福岡都市圏は、福岡県福岡市を中心とする、経済地域で、福岡市と周辺の衛生都市等をまとめて指す呼び名。域内総生産は8.9兆円とされる。絶対都市圏5%通勤通学圏を、絶対都市圏と定義する。絶対都市圏は、他の都市圏や行政区分の影響を排除した数値であることから、最も実態を表した、都市圏定義である。 2021年10月1日現在の推計人口は339万7763人。総体都市圏以上の定義より、絶対都市圏の範囲から大木町、岡垣町を除外し、筑後市、唐津市を加える。2021年10月1日現在の推計人口は353万1392人。行政が定めた、 広域行政権の範囲を福岡都市権と呼んでいるもの。その後都市権の拡大の進行により、実質的な福岡都市権とは異なる。広域行政権としての福岡都市権。行政区分上、最も使われる福岡都市権の定義で、以下の10市7町で構成されている。2021年10月1日現在の推計人口は2619,033人。 福岡県を4つに分けた区分では、上記の福岡都市広域県に、あま朝倉広域県の厚生自治体を加えて、福岡地方と呼ぶ。福岡都市県の範囲、金本義継、徳岡和幸によって提案された都市県。細かい定義等は都市雇用県に即する。2015年国勢調査に基づく福岡市の都市雇用県は、以下の11市7町で、 人口は約257万人。2021年10月1日現在の推計人口は267万8503人。通勤率2015年国勢調査による各自治体の福岡市への通勤率。自治体名は2015年国勢調査時点のもの。都市雇用権の変遷。ありがとうございます。